自分の実力どんなもんかなと思って、まあ、いろんな予備校で締め切り講座出してるとかってこう生授業でやってる人よりもですね、夏目さんの方が世の中では見られてるわけです。普段どうしてるんですか、英語。いや、普段はもうほとんど勉強してないって言えばしてないですね。大学でも英語の授業取ってないんで、正直言うと。そうなんですね。はい、なのでまあ塾で、まあ、ある程度高校生に教えてたりはするので、その辺でまあ基本的、本当に基本的なことですけど、うんうんうん、っていうことの復習はできるしっていう感じでやっていますね。これからどうするんですか、英語やってきますか。これからまあできればやっていきたいんですけど、まあ、英検の一級まで取ってないと受けたりとか、まあ、で大学生なんてやっぱり TOEFL で、おお、なるほど、 TOEFL ですね。そうじゃないですか。なんかちょっとスピーキングとかそっちの方がすごく苦手なので、はいはい、その辺はこれから特訓して、特訓して、ああいいんじゃないか。そういうのもですね、こう上げていけば、動画で見ていけば参考になるじゃないですかね。スピーキング特訓していきたいと思います、はい、僕も頑張って TOEFL の参考書書きますお願いします、はい、なんとかですね、お役に立てればいいんですけども。大学終わってもう普通に就職するんですか。まあ、今のところはそういう風に、今は3年生なんですけど、はい、まあ、これから就活をして普通に就職しようとは思っています。でこう顔を出し始めたから今まで顔隠してたからまあまあまあ、そうですね、別にまあその辺は大丈夫かなって。就活ってあるんですか、やっぱ OK じゃない会社、 OK な会社とか。どうなんでしょうね。でもまあ正直、まあ今はもうね、そういうのを OK していかないとなかなか厳しいんじゃないですか。そうですね、やってる人も多いので。その通りですね。どういう系統で就職するにしたいとかあるんですか。いや全然もう考えてなくて3年生になったんですけど、まあ英語をやってるんですけど、別に英語関係じゃなくてもいいかなと思います。あ、なるほど、英語関係じゃなくてもいい、ね、うん、高校とか普通の学校の勉強とかはどうだったんですか。まあ、自分自身はまあほぼほぼ高校の英語の授業ってなんか学級崩壊状態だったので特に何かをすごく勉強したっていう記憶は全然ないんですけど。そうですね、まあまあ、自分自身塾とか予備校には行ってなかったので、高校の時に、はい、なので、まあ、ある程度授業はしっかり受けてたなっていう感じですね。あの、まあ、行ってた高校は特進コースみたいな、その、あ、はいはいはい、一応そういうコースだったので、まあ、授業環境的には普通にみんな真面目に受けてっていう感じで受けていました。YouTube やっててどうですか、なんか言われるようになりました。いや、全然言われないですね。まあ、東大の人は見てないと思うんですよ、大学行って。確かにそうですね。見てるの基本的にはまあ高校生とか、はいはい、まあ、受験生、浪人生とかですかね、そういう人が多いので、あんまりまあ言われるってことはないですね。そうですよね。え、周り知ってんですか、どう。友達とかまあ、ある程度は知ってますけど、はい、でも本当に近しい友達だけというか、あとはまあ家族とかが知ってるって感じで。やろうと思ったきっかけは何だったんですか。きっかけはですね、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、一つ大きなこととしてはやっぱり塾講師をやってきてですね、はい、2年間近く、まあ、それである程度自分の力がついたというか、うん、まあ、その辺も発信できて、発信できるかなと思ったので。なるほど、やっていったって感じですね。じゃあ講師オーディション出ますね。英語講師オーディションですか。まあちょっと考えてまあ全然あの保証はないですだから本当に、はい、公平にやりますね。YouTube でその実力を見たいと思って。そうですね、まあ、自分の実力どんなもんかなと思って、はあ、普段はその個別指導塾で指導してるんですけど、はいはいはい、まあ、別に予備校とか大手のところではないので、自分がどのくらいできてるかって分かんないんですよ、その塾講師として。結構その、うん、あとフィードバックとかもなかなかないので、そういうことを考えると動画で出して、まあ、フィードバックがあったりとか、こういう点を直した方がいいんじゃないのっていうことで、まあ、自分のこうアルバイトとか塾講師としてのスキルにもつながるかなって思ったので始めた面もあります。いや、なんか時代って時代って感じですね。そういう、だってそうやってやっいろんな予備校で締め切り講座出してるとかってこう生授業でやってる人よりもですね、うん、夏目さんの方が世の中では見られてるわけですからね。そうするとみんな、知らないとかって思うかもしれないですけど、もう絶対1年でトータルしたらはるかに彼のですね授業が見られてる方が多いわけなんです。その辺がやっぱり結構分かってないので、あの今までの時代を生きてる人たちは、いかにですね、その YouTube でやってる授業の方がはるかに有名講師たちよりも見られてるかっていう、ね、そうですね、そういった面であのすごいですね。
ね、チャンスですので講師オーディション、そう、うまくつながる講師オーディションぜひ、トライしてもらえればなと思います。はい、今回はこんな感じでですね、東大生であり、ジェンスウェイとして待ってを取ったんですね、マスメさんに覚えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかあります、終わりのなんかやつとか。全然ない、さよならピーさん。はい、 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.